リッチー・ブラックモア、本名、リチャード・ヒュー・ブラックモア、1945年4月14日大は、イギリス出身のギタリスト。アメリカ合衆国在住、誤りである。身長179センチメートル。ディープパープルの元メンバーとして有名。その後、別のロックバンドレインボーを率いた。現在は、フォークロックプロジェクト、ブラックモアズナイトで活動している。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第55位、2011年の改訂版では、第50位。2016年、ディープパープル名義で、ロックの殿堂入り。1970年代は、ブルースロック全盛期にありながら、ロックギターにクラシック音楽のフレーズを導入。ロックの音楽の幅を大きく押し広げ、1970年代以降のハードロックシーンに計り知れない影響を与えた。スモーク・オン・ザ・ウォーター、ブラック・ナイト、ハイウェイ・スター、紫の炎、スピード、キングなど多くの演奏を録音。また、ストラトキャスターの多用、ステージの最後でのギター破壊など、彼のステージパフォーマンスは、ハードロック、ヘビメタルにおけるギターヒーロー像として、現在にも受け継がれている。イングランド西部の保養地、サマセット州ウェスト=メアで生まれ、ロンドン近郊ミドルセックス州ヘストンで育つ。11歳の誕生日に、当時の価格で7ポンドのスパニッシュギターを父親からプレゼントされ、その後、クラシックギターのレッスンを約1年間受ける。14歳の時、初めてエレクトリックギターのカール・ヘフナークラブ=50を手にした彼は人前で初めての演奏を披露した。こうしてエレクトリックギターの魅力に取りつかれた彼は当時近所に住んでいたギタリスト、ビッグ・ジム・サリバンに師事しギターの腕前を向上させていった。1960年、初のプロユースエレクトリックギター、ギブソン ES335 を手に入れる。その後、学校を卒業した彼は、ロンドンのヒースロー空港で技師として働き始めるが、音楽への情熱を捨てきれず、ジャズギターの練習やバンド活動に勤しんでいた。またこの頃から、スキッフルバンドのザ・ドミネーションズや、ザ・サフォナイツ、ザ・デトネーターズ、マイク・ディーン&ザ・ジェイ・ウォーカーズといった、ローカルバンドでセッションを行っていた。その後、そういった活動に見切りをつけ、ドイツのハンブルクに渡った時、デスクリーミングロード・サッチと出会い、セッションを行った。さらに後日、ブラックモアを気に入ったロード・サッチは、自身のバンドである、ロード・サッチ&ヒズ・サベージスに加入させた。ロード・サッチという人物は、音楽的な実力よりもショーマンとしての能力に、秀でていると評されているミュージシャンであり、このバンドに在籍した2年間、ロード・サッチは、実力はあっても地味な印象しかなかったブラックモアに、メイクをさせ、ステージで大きなアクションをするように要請した。ロード・サッチとのセッションと、並行してのヒットで知られるトルネードースのレコーディングセッションなどもこなし、次第に実績を蓄えていく。1963年からは、RGM スタジオのセッションミュージシャンとなり、トム・ジョーンズや、上記のテルスターで知られる売れっ子プロデューサーのジョー・ミークの下で多くのセッション活動をこなした。同年、トーネードーズのベーシストでもあった歌手ハインツバートの伴奏を務めている。6月には再度ハンブルクに行き、ジョー・ミークの関連でジ・アウトローズに加入した。アウトローズはメインとしてレコードを出す傍ら、上記のハインツや、ジーン・ヴィンセントの伴奏も手掛けているが、1964年5月に脱退。リッチーを気に入っていたハインツの要請で、彼のバンドであるハインツ&ザ・ワイルド・ボーイにリーダーとして加入したが、音楽的な限界を感じて、翌1965年に脱退し、ロード・サッチ&ヒズ・サベージスに再加入している。ジェフ・ベックやジミー・ペイジと短期間セッションを行ったのも、この頃である。1966年、二人の友人とハンブルクに再々渡航し、スリーマスケティアーズを結成するが、すぐに解散、さらにマンドレークルートというバンドを結成するが、資金面の困難さからすぐに消滅してしまう。低迷した時期だったが、この頃、クリス・カーティスやイアン・ペイスと知り合ってもいる。1967年、当時、サーチャーズでドラムスとボーカルを担当していたクリス・カーティスが発起人となり、新しいバンドを結成するためのメンバーを探し始めた。最初に候補に上がったのが、ブラックモアとフラワーポットメンのバック演奏を務めていたキーボードプレイヤーのジョン・ロードである。様々な事情から計画は一度中断したが、その後、ボビー・クラーク、ドラマー、デーブ・カーティス、ベーシストを加えて、ラウンドアバウトというバンド名で、とりあえず結成した。しかしやがて、クリス・カーティスが辞め、ボーカルに、ロッド・エヴァンスが加入。さらに、その時についてきたイアン・ペイスが、ボビー・クラークを押しのけて、ドラマーとして加入した。こうして体制が整った時点で、バンド名をディープ・パープルに改め、アメリカの新興レコード会社、テトラグラマトンレコードよりデビューを飾る。以降の同時代の概要、活動歴はディープパープルを参照。リッチー自身はオリジナル第1期第3期に在籍。1975年6月に脱退。1984年、ディープパープルの再結成を主導。しかし他のメンバーとの音楽的思考の食い違いなどから1993年に再度脱。そのため、翌年の来日公演の時は、ジョー・サトリアーニが代役を務めた。1975年、ボーカルのロニー・ジェームス・ディオ及びエルフを吸収する形で、レインボー、当初は、リッチー・ブラックモア、S・レインボーを結成。当初は、ディープ・パープルの路線を踏襲しつつも、ブルースロックと中性的な音楽の両方を取り入れた、ハードロックを目指していた。セカンドアルバムで、ボーカル以外のメンバーを入れ替え、最初の黄金時代を迎えるが、その後もメンバー交代が次々に行われた以降のバンド自体の概要、活動歴はレインボーを参照。次第にアメリカ市場を意識したポップセンスのある曲調が多くなっていった。合意形成型のディープパープルと違って、実質ブラックモアのワンマンバンドだった。1984年に活動を休止。1995年には、リッチー・ブラックモアズ・レインボー名義のアルバム、孤高のストレンジャーをリリースしているが、以前のメンバーはほとんど含まれなかった。ツアーメンバーとして元メインのドラマーであるチャック・バーギが参加したのみ。1997年に、レインボーは再び活動を停止。1997年、婚約者兼ボーカルのキャンディス・ナイトと共にブラックモアズ、ナイトを結成、その後結婚。ブラックモアにとっては4度目の結婚となる。結婚歴参照。イギリス中世の音楽を現代風にアレンジした音楽である。リリースしたアルバムのいくつかがロシア、ドイツ、チェコでゴールドディスクを獲得している。アメリカ、イギリスではほとんどヒットしていないが、ニューエイジ賞やニューエイジ部門ベストボーリスト賞などを獲得している。日本ではファーストアルバムが10万枚近く売れたが、その後のアルバム販売枚数はリリースごとで減少傾向にある。現在までライブを含め9枚のアルバムを発表している。2015年7月、音楽媒体のインタビューで、来年の6月にロック、HR、HM の欧州公演を企画している。それは、レインボーとディープパープルになると明かした。70歳になり、まだ体が動ける馬の考慮とノスタルジアな気持ちになったのが大きな理由だと述べている。本人の公式 Facebook ページではツアーのポスター画像が公開され、ここではリッチー・ブラックモアズ・レインボー、リッチー・ブラックモア、S・レインボー名義で表記された。その後、ツアーメンバーが発表され、ドイツで2公演、モンスターズ・オブ・ロック、イングランドで1公演が決定した。2016年2月、ディープパープル名義でロックの殿堂入りが決定。しかしパープルサイドが共演を拒否したことにより、授賞式には出席せず、実際、殿堂入りには全く興味ないと語っていたことがある。2016年6月、レインボー名義で全3回の公演を実施。ブラックモアは、反応次第では、まだ継続する可能性があると含みを残した。それまでペンタトニックスケール一辺倒だったロックギターにクロマチックスケールやハーモニックマイナーを取り入れ、クラシック曲も大胆に取り入れる等音楽表現の拡大に寄与したとされている。作曲家としては商業的に最も成功したとされる第2期ディープパープルの楽曲の多くを中心となって作ったとされている。プロとしてプレイし始めた頃からディープパープル第1期にかけてはジム・サリバンの影響が色濃く残っていたが、ブルース・ブレイカーズ・クリームでのエリック・クラプトンに影響を受け、ブルースロック的なテクニック、ベンディングや大きなビブラートを自らのプレイに取り入れているハンドビブラートは、ブラックモア本人がクラプトンから直接習ったが、習得するのに数年かかったと語っている。こうして、インロック以降のスタイルを確立した。リッチー・ブラックモアは、ジミ・ヘンドリックスの影響を強く受けていることを公言しており、自身のバンドであるブラックモアズ・ナイトでヘンドリックスを偲ぶ楽曲も発表している。ブラックモアが在籍していたディープパープルはデビューアルバムでヘンドリックスの演奏、カバーで有名なヘイジョーをカバーしている。ブラックモアは1969年製、ブラックストラトキャスターを入手して1972年中期までトレードマークとし、他にテレキャスターネックを装着したホワイトストラトキャスターやステージで作用ストラトキャスターを時折使用するなど、ヘンドリックスへの強い傾倒ぶりを示していた。ギター破壊などのパフォーマンスもヘンドリックスからの影響だと見る論評も多い。1968年にクリームの解散コンサートの前座を務めた際に、コンサートを見に来たヘンドリックスからパーティーに招待されているブラックモア本人が直接ヘンドリックスと会ったり話をしたかは未聞。ディープパープルの初代ベーシストだったニック・シンパーはヘンドリックスに会った際、TV で見たけどお前のバンドにいる黒装束のギタリストブラックモアはすごいなと言われという。ディープパープルのスピードキングはヘンドリックスのファイアがヒントになったという。バンドメンバーのロジャー・グローバーの談話、後にブラックモア本人もコメントしている。ブラックモアが率いていたレインボーのアルバム、ストレート・ビトウィン・ザ・アイズ、邦題=闇からの一撃、1982年のタイトルは、ジェフ・ベックがブラックモアに語った、地味の演奏はストレートに視覚へ飛び込んでくるという言葉が元になっている。ハードロック演奏時における使用楽器は、ラージヘッド仕様のフェンダーストラトキャスターが有名。ストラトキャスターには指板をえぐる、スキャロップドフィンガーボード、トレモロアームを交換する、ピックアップのワイヤリングを変えるなどの改造が施されていた。ディープパープル初期はギブソン ES-335 をメインに、フェンダーテレキャスターのネックが移植されたストラトキャスターを使っていた例もあるが、バンドがハードロック色を明確に打ち出して、以降は全面的にストラトキャスターを使用している。ディープパープル再結成以降から近年では、アームはほとんど使用していない。95年のヤングギター誌でのインタビューによれば、あの頃、活動初期はアームを使うプレイヤーがあまりいなかったが、現在は多く用いられるようになったので止めたと発言している。BR エフェクターは1970年頃、イギリス製のトレブルブースターを入手、第2期終盤まで使用。ダラスアービターのを1969年から1971年頃まで使用していた。1973年頃から、アイワのオープンリールテープデッキ TP-1011 を改造し、エコーマシンとして、1977年から、モーグのベースペダルタウラスペダルシンセサイザー、トレシーを使用している。アンプは、マーシャルの 200W アンプを好んで使用していたが、再結成レインボー以降では、イングル社のハイゲインアンプが気に入り、現在までシグネーチュアモデルアンプヘッドから、コンボアンプといった具合に多く用いている。ピックは、別光製のホームベース型と呼ばれるものを、長年愛用している。ブラックモアズナイトでは、アコースティックギターを中心に演奏している。1960年代前半、ドイツのハンブルクでマーギットという女性と最初に結婚している。このマーギットとの間に1964年に生まれたのが、一時期アイアンエンジェルのギタリストであったユルゲン・リヒャルト・ブラックモア。ユルゲンは現在、元レインボーのジョーリン・ターナーなどと結成した新バンド、オーバー・ザ・レインボーで活動している。二度目の結婚は1969年9月で、同じくドイツ人女性のバブス・ハーディ。三度目の結婚は1981年5月で、エイミー・ロスマンという女性と結婚した。ブラックモアズナイトで活動を共にしているキャンディス・ナイトとは1989年から付き合い始め、1991年から同棲していたが、1994年に婚約し、2008年10月5日、キャッスル・オン・ザ・ハドソンで結婚した。この26歳も年下の相手との間に、2010年生まれた娘がオータム・エスメラルダ・ブラックモア。さらに2歳下の息子ローリー・ブラックモアも授かった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。